はい、本日はですね、アークテリクスのアルファ SV を紹介していきたいなというふうに思います。でこちらのジャケットはですね、もう前々からずっと紹介しようとはずっと思ってたんですけども、なかなか紹介できてなくて、なんでなかなか紹介できてないのというとですね、これがですね、なんと10万円もするんですね。マウンテンパーカーで10万円なんか払う時あるんかと思ってたんですけど、まあ、ようよう公約購入したんですけども、以前まではですね、まあ、それこそそこそこ5万円ぐらいのマウンテンパーカーを購入したりはしてたんですが、さすがに10万って、まあ、バビるじゃないですか。で、まあ、僕ん家の家賃より高いんですよね。だから家より高いマウンテンパーカーってどんなマウンテンパーカーやねんと思ってたんですけども、まあ、なんとかこれが購入できたということで、まあ、これをじゃあ紹介していこうじゃないかと言って、アークテリクスの中でも多分これ最上級モデルになってるんですよね。やったらまあマウンテンパーカーどこのブランド見渡しても10万円のってなかなかないから、まあ、紹介していこうとは思うんですけども、まあ、これを見ていただいてる、まあ、世の男性の皆さん、奥さん彼女にどうやって説明するのと、10万円のマウンテンパーカー洋服買った時、まあ、趣味釣りでもいいですわ、バイクでも何でもいいですわ、10万円かける時でどうやって説明するのというとですね、我が家に関しては事後報告になってるんですね。全ておいて事後報告、何を買うにしても事後報告、なんか届いたけどあれ何買ったんって言われてですね、ああ何やったっけなって言ってみたり、安い時はすぐ言うんですよ。ああそれパーカーやでとか、ああそれ靴やで、え何ぼやったんって、まあ1万ぐらいかなみたいな、ふーんって終わるんですけど、10万の時はなかなか言われへん。え何買ったん、何やったかな、ちょっと忘れたけど、なんかシャカシャカして使ったんちゃうかな、うん、いくらぐらいやったん、何やったか10万かな、なんか分からんけど、まあなんかよく分からんわ、忘れたとか言って終わらすようにはしてるんですけど、まあ、この動画を出してしまったらもう10万円ということがバレちゃうんですけども、まあ、そんなこと言いながらね、アークテリクスのアルファ SV というのを紹介していきたいなと思いますので、まあ、今日の流れとしてはですね、じゃあなんでこんなん10万もすんのというのがですね、まあ、特徴をお話していけば分かりますので、まあ、特徴をお話していったりだとか、まあ、その後にデメリットですね、まあ、とは言いながらちょっとこの辺微妙ですよとかで、まあ、その次におすすめの人、じゃあこんだけ果たして10万円もかけてマウンテンパーカー買う、こうおすすめの人は誰がいてんのっていう話をして、最後にサイズ感という順番でいきたいなと思います。まず最初はまあ形から見ていってもらいましょうかね。まず形からまあパッて見ていくとですね、表側がまあ僕が着てるようなこれアークテリクスのね、スコーミッシュフーディーというジャケットを着てるんですね。でまあアークテリクスって結構似てるような感じで、まあ、パッと見ほぼほぼ一緒やし、ここにあるジャケットもアークテリクスのジャケットがあるし、僕もジャケット着てるけども、よくよく見たらこの胸のロゴのとこがねゴールドに輝いてるのよと。10万円もしたらこれゴールドになるんですかと。正確に言うとこれはゴールドになるんかなんかちょっとわからへんけども、金色なんですね、黄金に輝いてると。それ以外のやつはこのまあ白っぽいというか、こうちょっとグレーっぽい感じだけど、こっちはゴールドに輝いて、おちょっと高級感あるねっていうのがまあ見て取れると思いますし、まあ、その次にパーって見ていくとですね、ちゃんと全箇所に止水ジップが使われてて、このねメインのところこのジップ見てほしいんですけど、これがめちゃくちゃ特徴的なんですけども、まあ、これ後々言うんですが、このジップっていうのがめちゃくちゃ最新のジップになってて、2017年に登場したばっかりのジップになってるので、この止水ジップはね、まあ後でも言うんですけども、これめっちゃいいんですよね。でまあ、そういった新しいジップが採用されてたりだとか、あとは胸ポケットのところも、これも止水ジップになってるんですけど、これは従来の昔の止水ジップというか、まあ、よく見る止水ジップですよね。ここに関してはそうですね、ちょうど長財布なんかがすっぽり入るぐらいの大きさになってるっていうのが、左も右も両方ともありますよっていうのがまあポケットになってて、次この腕のところにもポケットがあるんですね。でこのポケットは何を入れるポケットなんやということで、おそらく、まあ、僕はよくわからないんですけど、登山とかで何か使うんでしょうね。こんな腕のところに何か入れるっていうふうに思うんですけど、何入れんやろな、女子とデートした時にここにちょっと新聞紙とか入れとったらちょっと筋肉もりもりに見えることぐらいやけども、これ左側しかないから、右側はガリガリのままになっちゃうから、まあ、そういうのじゃないやろうけど、まあ、なんかよくわからんけど、まあ、こういうポケットがついてると。ほんでね、この表のとこバーッと開けていくと、内側にはねしっかりとしたこのメッシュのねポケットがあって、このポケットは結構しっかりした作りしますね。しかも伸びるからちゃんとしますね。これよくね、内側のポケットのやつってチャッチーやつ多いんですよ。なやこれ、このポケットメッシュのなんかシャカシャカなやつなやこれってやつ多いんですけど、これしっかりしてますなという感じで、左側に関して、右側に関してはジップ付きのポケットがついて、あこれもメッシュなんだねと、メッシュというか生地になってるんだねと、伸びるんだねっていう風にアルファ SV って書いてますけど、まあ、そんな感じになってますわ。 SV っていうのがちなみになんか言うと、
アークテリクスの中では一番悪天候の時とかに使われる、もう最上級というか、その一番過酷な状態で使われるっていうのが SV って表現されるらしいんですけど、まあそういった SV モデルらしいですね。んで後ろを見ていくと、後ろは別に特に何も特徴はないかな。ポケットも何もないし、ロゴも何もないというような感じにはなってますよね。ほんじゃ、まあこのジャケットがなんで10万もしますのというまず特徴に行きたいなと思うんですが、けどこのアークテリクスのアルファ SV っていうののもう最大の特徴、これは一番何が特徴ですのっていうと、一言で言うならこれゴアテックスプロであるっていうことなんですよね。今まで僕が散々紹介してきたアイテムっていうのがゴアテックスっていうのは紹介してたんですよ。ああよく見るよねと、この、タグよく見るよねって感じだと思うんですけど、よく見てください。ここのねちっちゃいところにプロって書いてあるんですね。このプロって書いてあるだけでえらい変わってくるんですよ。プロって入るだけでめちゃくちゃ値段もガーンと上がってくるし、それこそアークテリクスでももちろんあるし、ノースフェイスでもあるし、他にも何個かブランドでこういったゴアテックスプロを使ってるやつがあるんですけど、だいたいやっぱ10万円近くしてくるってことで、この生地を使うだけで大きく変わってくるんですよね。でもまあこれね、ポチンってタグ切っちゃえば全然プロかどうか分からへんやんっていうことになるとは思うんですけども、一応ねアークテリクスの場合はこの左の腕のところにゴアテックスって書いてあって、下にちっちゃくプロって書いてあるんですね。あ、これによってプロなんかどうかっていうのが分かるんですけど、まあプロやから何なのというところが一番重要になってくるんですね。結局じゃあプロかプロじゃないかなんかどうでもよくて、それが私たちにどういう影響を与えてくれるんだというところが皆さん気になってると思いますし、まあ、僕も気になるので、まあ、それがどこにあるんかというとですね、このゴアテックスプロになってくると3つの文言みたいなのが出てくるんですよね。より強く、より蒸れず、そしてストレッチ性、この3つがバンバンバンと出てくるんですよ。普通のゴアテックスに比べると、これがねゼータ、なんとかっていうね、もう忘れましたわ、昔にやったからね、これも名前も忘れたけど、まあ、そういったゴアテックスを使ってる、これも4万4000円くらいするめちゃくちゃちゃんとしたジャケットなんですけど、まあ、これとかに比べると、他の普通のゴアテックスに比べるとより強いんですよ。まず、まあ、耐久性があると、多少吸ったぐらいじゃもう全然ビクともせえへんよと。でそれ以外にはよくこういう内側とかってジャケット着た時にこの首のね皮脂とかがついて剥がれてきたりしやすいっていうのがゴアテックスはどうしてもあるんですよね。だけどこのゴアテックスプロに関してはそういうところもちゃんと考えられて作られてるから剥がれにくいんよっていうのが、 まず耐久性より強いですよね。ほんでより蒸れずっていうのは何かというと、こう中に溜まった熱気とかがしっかり逃げるような生地が採用されてて、普通のゴアテックスよりも熱気が逃げやすくなってますよと。まあベンチレーションがついてるっていうのはもちろんあるんですけど、ベンチレーションがもしなくても生地自体が蒸れにくくなってるということになってるので、まあ蒸れるとねやっぱり汗臭くなっていたりとか、追い逃がしてくると思うんですけど、まあそういうのが少なくなってるよということがあって、その次には 20% のストレッチ性があるんですよね。これこうやって引っ張った感じは正直わからないんですよ。ストレッチ性あるかなみたいな感じではあるんですけど、実際これ着てもいいじゃないですか。こんなのね、こう例えば突っ張るじゃないですか、背中のところ突っ張ったりして、よしじゃあカバンちょっと持とうかなとか、ちょっと岩に手かけてみようかな、クライミングでみたいな感じでかけた時に、こう背中がねちょっと最終的にもう一個ピュンって伸びるんですよね。だからビヨビヨに何ていうんですか、ユニクロのデニムのストレッチあるじゃないですか、あんなんとかってめちゃくちゃビヨビヨに伸びるじゃないですか。あそこまでは伸びひんけども、なんかこうかゆいところに最後手、うわギリギリ届かへん、ゴアテックスが突っ張るっていう時にピョンって最後ちょっとだけ伸びるみたいな感じのがこのゴアテックスプロなんですよね。だからまあ本気のクライマーの人とか、まあ、登山登る人とかでめちゃくちゃ過酷なとこ行く人、だから低山とかじゃなくてめっちゃすごいとこ登る人とかは多分こういった感じのプロ仕様のやつがいいと思うんですけど、街中でこの最後の一個のところでこのコーヒーが飲めるとか、最後の一個のところでなんか彼女にタッチできるとかっていうところのそういう瀬戸際ってあんまないじゃないですか。だからまあそれいるんかなとかって思ったりはするんですけど、一応まあプロとプロじゃないところの違いっていうと、まあ、より強く、より蒸れず、そしてストレッチ性がある、この3つがあるということらしいので、まあ、ここがねアルファ SV である理由というか、まあ、ゴアテックスプロである理由というところにはなってるんですけども、なんかゴアテックス のホームページパーッと見たらですね、極限を制するって書いてあったんで、まあそういったまあプロ仕様の感じですよね。ほんまにまあ極限までやってたらいいんですけど、街中で僕極限になることほぼほぼないんですよね。なんでかって日常的にやったら僕ずっとこの部屋で生活してることが多いので、この部屋におって極限になることってまあまあないんですよ。だからまあ僕にはあんま関係ないんですけど、まあそういったところはゴアテックスプロであるっていうのが一つで、二つ目っていうのが止水ジップってさっき言ったじゃないですか。このねこの脇のベンチレーションとか胸のジップに関しては普通の止水ジップなんですよ。従来あるよくノースウェストとかで
眠るような止水ジップだけど、この真ん中の止水ジップだけね、ヨーヨーを見てもらって若干ちゃうんですよね。でこれが何かっていうと YKK とあのジップのメーカー YKK、 大体皆さん持ってるジップで YKK で見たことある方多いと思うんですけど、その YKK のアメリカ支店とこのアークテリクスがコラボで作ったかなんか知らんけども、要は2017年に出来上がったっていうことで、一応名前がですね RS ジッパースライダーという名前にはなってるんですけど、普通の止水ジップと違って何がちゃうのというと、より滑らかなんですよね。だからこうやって開ける時とかって止水ジップってちょっと噛む感じってね、持ってある方ってあ、分かる分かる、ちょっとこうギュッて強くいったらなあかん感じあるよなっていうの分かると思うんですけど、このねその RS ジッパースライダーってこの新しいバージョンはこう滑らかなんですよね。こうさっささっさいける感じになってて、どれぐらい滑らかなのというとですね、やっぱりちょっとお太りになられてるプニプニした女の子の手みたいな感じで、もうスリ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 滑らかやと思います。それぐらい滑らかに作られてるっていうのがこのジッパーなんで、ちょっとお太りさんの、女子の素肌と同じぐらい滑らかにジップが動くんだよというところになってるっていうのが、まあ特徴的になってるかなというところで、でその次がですね、これ実はですね第9世代なんですよね。だから一応 αSV っていうのが結構前から出てるんですけど、もう何回も改良して9回目の改良がこのジャケットなんですよ。それがいつから出たのというとですね、2020年の秋から出たんですね。だからまだ発売して間もないんですけども、その9回改良をこなしていって、これが言うたらもう9代目 JSOUL BROTHERS 的な感じなんですよ。だからもうこれが完成して仕上がってるような状態で、さっき言ったジップも変わってあるし、例えばこのロゴがね金になってるのもこの9代目からなんですよね。ほんでそれ以外にやったら細かいところっていうのは、例えばですけどこのジップが持ちやすくなってたりするので、よくこういうのってジップがね紐とかなんかちっちゃい感じになってるから、もう掴まれへんっていうのがねあるんですよ。あのグローブとかつけたりしたら、素手やったらもちろん掴めるけど、グローブつかれたりしたらあちょっと掴みにくいなとかって言ったりするけど、まあ、そういうのもちゃんと考えられて、グローブつけてる状態でも掴みやすいような、ジップのこの持ち手を採用されてあったりだとか、これパッて見てもらったら分かると思うんですけど、もうねこういう感じで立体になってるじゃないですか。だからめちゃくちゃこう立体裁断されてるのもそれはそうですし、それ以外にやったらこの首元のところとかもさっき言ったみたいに皮脂でねこう剥がれたりとか、テープが剥がれてきたりとか劣化したりするっていうところが今まであったんで、そういうのを劣化しづらいようなあの作りになってるっていうことで、もうここに関してはこのハイパーモデルぐらいまでレベル上がっていたらですね、もう物理的な理由聞いてもわけわからないんですよね。あのなんでそうなったんって聞いてもよくわからへんっていうことになってるので、まあとにかく劣化しづらいんだっていうのがこのゴアテックスプロになってるんですけど、まあそういったところも9代目に上がるにつれてどんどん改良されていってるっていうのがこの αSV の9代目の、仕様ということになっております。だから結構喋り出すとですね、めちゃくちゃ喋ることはあるんですけど、まあとにかくまあ特徴としてはそんな感じになってて、じゃあ次はデメリットですよね。何がこれデメリットになってくるのかというとですね、これ生地をですね見てもらうと、そんなにめちゃくちゃ分厚い生地ではないんですよね。それこそこのゼータ SL とかとあんま変わらんぐらいの生地感で、そんなにごっつい生地を使ってるわけではなくて、ちょっと分厚いかなぐらいやけども、やっぱゴアテックスプロを使ってるからより強いんですよ。だから強いってことは、そんだけなんていうんですか、シャカシャカ音は鳴るんですよね。だからこう動いてたりしたらこんな感じでずっとシャカ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 ってずっと言ってるから、この音はねなんか気になるんですよね。だからこうスムーズに動けてる感じがなんか音から感じられへんというか、なんかもうカシャカシャ動いてるから、なんかガシャ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 動いてる感じするけど、まあストレッチが入ってるからそんな動きづらいとかは特にないんやけども、なんかこの硬さがなんかこう感じちゃう音が出るというか、まあそれはねちょっとまあどうなんかなとかって思ったりはするんですけども、他のとかやったらそんなにこうちょっと動かしてくれたら、まあもっとね柔らかい感じで動いてくれるんですけど、こっちはもうパキ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 言ってるような感じだから、なんかちょっと硬そうなイメージがあるというような感じも、まあまあちょっと気になるかなと思うし、あとまあ何より気になるデメリットって言ったら値段ですよね。こんな10万円のやつ誰が買うねんということで、もちろんねこれ見ていただいてる方で、お金をたくさんお稼ぎになってる方もいらっしゃると思うんですけども、なかなか10万円のジャケットってその普通の一般的な感覚では手に入れづらいじゃないですか。でそれこそ僕も手に入れるのにめちゃくちゃ無理して買ってるんですけど、まあ、このお値段はなかなか強気に来たなというような感じになってるので、まあ、それ以外のところって言ったら、まあ、デメリットは特にないかなとは思うんですけど、もちろん防水やしね、どんな天候でも着れるし、言うたらどんな天候どころかすごい極限の天候でも着れるということなんで、めちゃくちゃすごいと思うんですけど、やっぱ値段とこのシャカシャカした感じが、まあ、人によっては気になってくるやろうなみたいな感じですかね。なので、まあ、次のおすすめの人に行きたいんですけど、じゃあおすすめの人が誰がおすすめになってくるのというとですね、正直今回おすすめの人は僕にとってはないんですよね。
僕のこのチャンネルは登山チャンネルじゃないので、登山チャンネルやったらこの山登る人はこれで行きましょうよって言って言えるんですけど、僕登山もせえへんし、このチャンネルは登山チャンネルでも何でもないから、極限のとこで使うシーンではなくて、より街中でね、どういうサラリーマンの人でも向いてますよとか、アウトドア好きな人でも向いてますよぐらいの話はしてるんですけども、こんな極限シーン用のジャケットって多分必要としてる人ほぼほぼいてないんですよね。だからおすすめの人はいてない。まあ、C で言うなら最高のものを求める人には多分向いてると思うんですよ。だから例えば車とかで言うんやったら、まあ、普通にまあボクシーとかありますよね。トヨタでボクシー、ノアとか、まあステップワゴン、ホンダとかであるじゃないですか。ファミリーカーは全然それでええやんっていう感じだと思うんですけど、まあ、最高級を求めるんやったらアルファードまでちょっと行きたいなとか、もっと言うんやったらじゃあベンツまで行っちゃおうかなとか、 BM まで行っちゃおうかなとか、レクサスまで行っちゃおうかなって、別にそこまで行かんでも車って走りますやんって、普通に雨風もしのげるし高速道路も走れるし、とこまで行けるし7人乗りで行けますやん。やけどもちょっと高級感求めたいから4人乗りやけどゲレンデにしますわ、ベンツのゲレンデにしますわとかね、アウディにしますわとかね、より最高級を求めはる方って車でもいらっしゃると思うんですよ。まあそんな感じで洋服でもマウンテンパーカーってまあ、こういったゼータ SL とかもうこれで十分やと思うんですけど、まあ、こういったファミリーカータイプのがあるけども、もう一個最上級のこういったアルファ SV みたいな欲しいって方もいらっしゃれば、なんやったらファミリーカーでも十分すぎると、もっとわしは K でええんやってなってきたら、ユニクロ行ったらね K みたいな感じで、手軽にというか買いやすい値段で買えると。まあ、なので車も同じですよね。値段が上がれば上がるだけ最高スピードがどんどんすごくなるわけじゃなくて、まあ、より高級感が出たりとか、まあ、快適とか心地よくなってきたりするのと全く服も一緒で、ユニクロの1万円のやつとこのアルファ SV の10万円のやつ比べて10倍も頑丈なんかって言われて、まあそんなことないんやけども、まあとにかくありとあらゆるところが配慮されてたりだとか、まあすごいこうやってこだわりがあるという感じになってますので、まあ、最高級を求める人はこれがいいと思うけども、それ以外の人には全然これはおすすめせんと、もし僕はむしろこのゼータ SL ぐらいでちょうどいいと思いますので、まあ、これでもね十分4万4000円だったら高いジャケットやと思いますし、そんなチャッチジャケットじゃないので作りとしてはもう全く申し分ない、まあという感じかなと思いますね。はい、ということで、まあ、最後はねサイズ感いきたいなと思うんですが、サイズが僕これサイズ何ぼで買ったんやったっけな、サイズがこれが M かな、 M サイズですね。 M サイズで購入してるということで、アークティリクスがねやっぱ海外カナダのブランドなんで若干ちょっと大きめなんですよね。だからまあ普通の普段僕ユニクロで L 着てるんやったら、まあ、M でいいかなとか、ユニクロで XL 普段着てますね、ほなアークティリクスは L でいいでしょうという、まあ、米がちょうど炊けたんですけどね、まあ、そんな話は一回置いといて、まあ、日本サイズよりワンサイズ下ぐらいでちょうどいいかなっていう感じになってますので、最後はそれを見てもらって終わりにしたいなと思います。まあ、ちょうどねお米も炊けたということで、まあ、この辺で終わっておくのがちょうどいいでしょうということで、178センチ69キロで M サイズを着用してますので、そちらの様子見てもらって終わりにしたいなというふうに思います。本日はですねアークテリクスのアルファ SV を紹介してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。